3月23日、東急世田谷線三軒茶屋駅前広場で三軒茶屋駅前マルシェが開かれました。世田谷土産に指定されている商品を扱う店舗が集まって出店するこの三軒茶屋駅前マルシェは去年12月に初めて開催され、今回2回目の開催となりました。世田谷土産に、去年から登録させていただいて、それをきっかけにちょっとこういうイベントがあるという案内をいただいたので参加してみようということにしました。でも普段お会いできない方とか初めて来てくださる方もちょっと見ていただいたりするだけでもすごいありがたいので、はい、出店してよかったなと思います。めちゃめちゃ美味しいです。世田谷土産を扱う店舗のほか、世田谷と交流のある自治体の観光物産展や VR ゴーグルで観光を疑似体験できるコーナーなども設けられました。今日は銚子自慢の缶詰でありますとか、あるいは、銚子電鉄も有名ですけれども、銚子電鉄の濡れせんべい、それからまずい棒、さらにですね、気まずい棒というのがございまして、こちらの方も、出品をさせていただいております。本当にたくさんの方々にお買い物をいただきましてありがとうございます。小雨が降る中での開催となりましたが、地元や出店自治体のキャラクターも登場し、会場は多くの来場者でにぎわっていました。主催者は今後も三軒茶屋駅前マルシェを定期的に開催していきたいとしています。